リエック・マチャルテニーは、南スーダンの政治家。現在、同国の第一副大統領。副大統領を歴任した。独立までは、南部スーダン自治政府の副大統領を務めていた。ヌエル族。日本語メディアでは、マシャールとも表記される。1950年、英誇り領スーダンレール生まれ。 ジョン・ガラン大佐率いるスーダン人民解放軍の最も初期のメンバーの一人である。1991年、ラム・アコル、ゴードン・コング・チュオルと共に分派 SPLA ナシル派を結成する。その後1993年から1994年まで SPLA 統一派に参加し、武装闘争を調整した。そして、 SPLM、SPLA SP の見解である統一を維持した新スーダン路線を否定し南部スーダン住民の民族受血権が合法であることを宣言した。マチャルはイギリス出身のエンジョインだったエマ・マキュンと結婚した。第一子妊娠中だったエマは1993年ナイロビで自動車事故のために死亡している。1997年 南スーダンの民族自決を合法化する内容を包括したハルツーム和平協定が締結されると署名している。これにより、マチャルは武装闘争派から難着陸するとともに、彼のグループもハルツームの政権に加わることが決定した。1997年から2002年まで南部スーダン国防軍の司令官となり、 1997年8月7日から2000年1月31日まで南部スーダン調整評議会議長兼スーダン共和国大統領補佐官を務めた。2005年8月11日から南部スーダン副大統領に就任し、2011年7月9日に南スーダン共和国として独立したことに伴い同国副大統領に就任した。しかし、 2013年7月に、キール大統領により、副大統領職を解任され、同年12月には、マチャル支持派と、政府軍の間で戦闘が勃発。周辺諸国の介入もあり、2015年8月には、両者が和平に合意。2016年4月にキールを引き続き、大統領、マチャルを第一副大統領とする、暫定政権が発足した。 しかし和平は長く続かず、同年7月8日に両者が面会中に、双方の警護隊が衝突したことをきっかけに、再び両者の対立が激化し、7月23日にマ、マチャルは第一副大統領を再び解任された。その後、キールに対する反政府勢力に武力闘争を呼びかけたことで和平を目指す、周辺諸国からの品縮を買い、やむなく、 南アフリカに拠点を移した。2018年8月5日にスーダンにいてキール大統領と統一政府樹立に合意。3ヶ月以内に発足する3年間限定の移行政府の第一副大統領に就任することが決定した。その後、移行政府の発足は2020年2月22日まで延期され、期限前日の2月21日になって、 マチャルが第一副大統領への就任宣誓を行った。ありがとうございます。